ダチョウ肉を使った小松菜炒め。まずは材料紹介からです。約2人前です。ダチョウ肉 300g、 小松菜1束、ニンニク2かけ。下味用調味料として紹興酒、料理酒でも可能です、大さじ1。オイスターソース大さじ1、醤油大さじ1。合わせ調味料として紹興酒、料理酒でも可能です、大さじ1。オイスターソース大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、黒胡椒小さじ1、水大さじ2、片栗粉小さじ2、そして片栗粉大さじ2。油は分量外です。まずは肉の処理をしましょう。肉の繊維がこのような方向で入っています。肉の繊維に沿って5ミリから1センチ程度に薄切りしていきます。この際、白い筋の部分は除去しましょう。薄切りにした肉を今度は短冊切りにしていきます。肉に下味用調味料を加えて混ぜ合わせます。片栗粉大さじ2を加え、よく混ぜ合わせます。根元を切って洗った小松菜をざく切りにします。この時、茎の部分と葉の部分を分けておきます。ニンニクは潰してから粗くみじん切りにします。熱したフライパンに多めの油を入れます。火の通りをできるだけ均一にするため、先に茎だけを加えます。だいたい30秒後、葉を加えます。全体に油が回ったら火から下ろします。できるだけ油を切りたいので、キッチンペーパーを下に敷きました。フライパンにダチョウ肉を加えます。油が足りなかったので追加します。肉をほぐしながら火を入れていきます。少し赤みが残る程度で火から下ろします。フライパンに油を少しとニンニクを加えます。10秒くらい炒めて軽く香りを出します。小松菜とダチョウ肉を加えます。ざっと混ぜ合わせます。合わせ調味料を加えましょう。片栗粉が下で固まっているので、混ぜてから加えましょう。とろみがついたら火を止めてください。器に盛って完成です。